今回はパントワン工業団地について紹介してまいりたいと思います。ベトナム南部にある工業団地、パントワン工業団地、パントワンエクスポートプロセッシングゾーンですね。はい、プーチェースパントワンと言います。ショーの紹介、こちらベトナムの国内の中で、一番代表的なホーチミン市になります。通常工業団地というと30キロ50キロ市内から離れたところっていうのが現在の一般的なトレンドなんですけども、こちらの工業団地はホーチミン市内中心部にあるというものになります。はい、こちらですね。パントワン工業団地、こちらになります。市内中心部、こちらの市内中心部はこの辺りですね。こちらの方からだいたい市内中心部から4キロぐらいというところですね。中心部といってももうホーチミン市内はだいたい1区2区3区という数字のところなんかはもう特に栄えてますので、市街地に工業団地があるというイメージでいいと思います。この工業団地はご覧の通り川に囲まれているんですよね。湖南とかかつては安全だということもあったんですけど、入り口の方は一箇所、こちらの方の入り口を通らないと、出ることはできないというような作りになっております。こちらデベロッパーは TTC という台湾系の会社になります。創業開始は1991年ということで大変古い工業団地ですね。面積は300ヘクタールとなります。1987年にベトナムへの外国投資法が公布された後、ベトナムへの外国投資は急速に増加したが、それらのほとんどはホテル、ワーキングハウスなどサービス部門に焦点を当てられていた。産業、特に輸出製造業への外国投資はインフラストラクチャーの弱さ、投資ライセンスの申請手続きの複雑さ、投資プロジェクトの実地という2つの主な困難に直面していた。政府は外国の経験に基づいて革新の政策を実施し、工業化と近代化に向けて開放するために経済モデルを試験的に導入するための輸出加工区の設立を提唱した。輸出加工区に関する規則は1991年の11月18日付で国内初となるものでした。タントワン輸出加工区はベトナム初の輸出加工区で、ホーチミン市7区タントワンドンにあり、面積は300ヘクタールで、フーミンフン都市圏に隣接しています。この輸出加工区で事業を行っている企業は主に輸出用に生産しています。商品、原材料、この輸出加工ゾーンに出入りするものは輸出入品として扱われます。この輸出加工区で事業を行う企業は優遇の輸出入税率を享受しております。入居数、日系企業数、こちら私の方でもデータあったんですけど、公式ページの方にもっと詳しく書いてましたので、こちらの方を見ます と、一番上がニャット版、日本ですね。日本がこれ64ということで、ちょっと字が見えないかもしれないんで拡大してみます と、ニャット版というのがこれが、日本ですね。こちらが64社、続いて台湾が53社、次がこれ韓国でしょうね、韓国6社、次が香港が8社、ベトナムが33社、シンガポールが5社、ベルギーですね、ベルギーが1社、アメリカですね、アメリカが8社、マレーシアが4社、これはドイツですね、ドイツが1社、オーストラリアが1社、それ以外にブルネイ、スペインですね。ブルネイ、スペインが2社、1社、こういった形でイタリアの会社なんかも入っております。業種別見てみましょう。こちらの方は、工芸、家屋、ハイテクが23、電気、電子22、工機、機械関係ですね。こちらが28、デッツソイヤー、縫製関係ですね。39、ニューはプラスチックですね、プラスチックが14、あとは食品ですね、このように発表されているものがあります。こちらの方は見えにくいようでしたら公式ホームページの方にありますのでご覧ください。
これは私の方でまとめているデータの方ですね、まあ、日系企業はレンタル工場なんかも入ってしまったり、古いデータも若干入ってて、まあ、100社以上になっているんですけども、先ほどの情報と、まあ、多少違いがあるかもしれません。一応参考までに貼っておきます。はい、日系企業は、まあ、多く入ってるんですけども、サンフーズさん、プロニクスさん、東和製作所さん、高石工業さん、まあ、このようにたくさんの企業が入っております。この中で私も訪問したりするのは日本電産さんですとか、あと B パンさんですね、レンタル工場さん、こちらの方に入居されている企業さんいくつかありますので、そちらの方も伺うことがあります。清和電機さん、日清電機製作所さん、日清電機って臨時の方にもあるんですよね、これまた別の会社で日清さんというのがあります。こちらの方も懇意にしていただいているので、よくお会いしていますね。あと重機さんですね、これもベトナム投資第一次ブームの時にも来られて長い、ミシンで有名な重機さん、重機さんもお会いすることあるんですけども、まあ、今実際作ってるのはミシン以外にもあらゆる精密部品作ってらっしゃるんですよね、まあ、ホームページなんか参考にしていただけると面白いと思います。あとトモエレクトリックさん、まあ、こういった日系企業さんたくさん入っております。こちらは私の方でまとめてる業種別のものをグラフにしてるんですけども、まあ、下の方にこれ数字が10から39、40、60、99まであるんですけど、これは私の方で業種別に、まあ、100業種ぐらいに分けて、それを、まあ、順番に並べているものがあるんですね。それに詳しいものはこちらの方でまた紹介します。この中で見てみますと、やっぱり縫製関係が多かったり、プラスチック成形、樹脂、原料成形、それ以外に電気、金型なんかもありますね。そして病院というのはこれ医療関係のものですね。印刷パッケージ関係、まあ、そういった業種が入っている工業団地になります。はい、周辺の様子、ホーチミン市内で最も市街地に近く、日本人にも馴染みが深い工業団地になります。いわゆる第一次ベトナム投資ブームと呼ばれた1994年頃に開発された場所になります。2000年代初期まではこの場所に行くにも道路が狭く、逆走なんかが多かった場所だったので、それに加えて橋が何度も工事をしているなど渋滞に悩まされる立地だったんですね。かつては山陽電機さんも入居しており、安い人件費を求めて最初のベトナム投資として代表的な工業団地となっておりました。日系企業向けのレンタル工場もあることから、日系企業の視察先としても定番の場所として訪問されております。はい、以上となります。工業団地訪問、ベトナム出張、物流に関するものありましたら、こちらの方にいいねとチャンネル登録お願いいたします。またお問い合わせなんかあればコメント欄の方にお気軽に何でも書いていただければ結構ですよ。こんにちはでも結構ですので、それではよろしくお願いします。ありがとうございます。